すごい綺麗なので、ちょっとライトアップされた藤を見てみようと思います、うん、はい、行ってみましょう。ニコくんです。ニコくんです。いい香りだね。今日はちょうど月も出てて、お月見てる。ここがね、お店の中が夜こんな感じでライトアップされてます。お帰りになられるあの方々、ちょっとでもほっとしてもらえたら嬉しいと思ってクローズまでつけてます。わー綺麗ですね。下から見上げてちょっとね、藤の夜の表情です。明日が雨が降っちゃうので、今日が見納めかなという状態です。なんかいいですね、空気も澄んでて、この藤の香りが漂います。ジャスミンとチューベローズをミックスしたようないい香りが、はあ、します。ではあちら夜の藤いかがでしょうか。ちょっとね、近所迷惑になっちゃうので小さい声で喋ってます。うわー、ここからね、香りがすごいんですよ。ジャスミン、チューベローズ、あと何の香りなんだろう、これなんかね、ちょっと上品でもあり寂しい、儚げな、言えてない、儚げな香りがしてます。でね、今日よく見ると本当にね、最後のとこまで綺麗なんですよ。これがね、雨が降っちゃうとこの先端が落ちちゃって、この綺麗さがなくなっちゃうので、今日はちょっとビデオにしました。ね、綺麗ですね、この匂い覚えときたい。昨年2021年もフラコッタでこう動画出したんですが、もっとね、色がね、藤薄かったです。で、葉っぱがもっともわもわと大きい葉っぱが生えてたので、剪定がうまくいったんだと思います。今年の藤は結構色が濃くて、本当にブドウのように綺麗についてくれましたね。ちょっとね、映ってるかどうかわからないんですが、夜のね、藤こんな感じです。ニコとニコのニコです。ニコがじっと見てます。今日がいい子に撮影に応じてくれてます。どうしちゃった、いい子ちゃん。ぬいぐるみのように固まっております。2022年の、藤の動画をアップさせてもらいました。また来年もアップしたいと思います。じゃあまたです。おやすみなさい。今日はですね、雨が降ってしまいました。なのでちょっとしとしと雨で艶っぽい藤を動画アップいたします。花びらはこのようにポロポロと落ちてしまったんですが、綺麗な藤はまだ見えます。こちらもね、一日一日経つとの若葉色の葉っぱがどんどん成長しているので、
見ていて目に優しい色合いです。ここの藤も昨日より開花したと思います。しとしとこのね、雨と藤っていうのもなかなか艶っぽくていいかもしれないです。もう少し長くこの綺麗な藤を見たかったんですが、まあ、このしとしとと降り注ぐ雨の中の藤というのもまた一つの一面が見れて、今年はまた違った藤の表情が見れたと思います。2023年、来年はどんな藤に会えるのかが、楽しみです。本当もう明日も雨って天気予報で言ってたので、だんだんにこの綺麗なお花も散ってしまうと思うので、今年の藤は見納めです。また来年楽しみにしてましょう。明日から、また3日間金土日プラコッタでこのお店オープンしてますので、ぜひ藤を見にお越しください。母の日のご注文も、受付開始しました。詳細またホームページインスタにアップします。それではありがとうございます。それではまた YouTube で会いましょう。